で、お花に、ね、摘みに行ってたついでにね、ちょっと持ってきたものがあるんですよ。はいはい。時の輪黒くん。時の輪黒くん。はい。こそうですれね。をあげない手はないでしょうってことで。じゃん。出ました、黒のト黒のトーン。知ってます？ーン。それめっちゃやりたかったやつですね。当時。当時、存じ上げてない方に説明しますと、ちょっとこのクロノトーンっていうのは、まあ、とある高校かな？高校の学文化生さ祭ん、でそう、文化展示祭さでれ出すためたに作られた音ゲー。筐体とちゃんとコントローラーまで作っそうそうて、そう。筐体とコントローラーがあってね。で、楽曲からこのそう、システム楽ま曲でも自分、全部そう、自分たちで。作ったっていううん、すっごい音ゲーがとんでも音ゲーなんですよね。いやー、さあするがんでに、す。存じていましたか。いや、これシステムもすごい面白そうで、当時はちゃんとデザイ文ンも化いい祭っしてやね。りたかったなって思ったんですよ、本当。うん。Google ドライブで普通に、今も配布してるんじゃないか。わあ、ずっと置いてるんじゃないか。文化祭終わってから配布してますみたいなお話上がってましたけど、まだ上がってるのかな？未だにずっと上がってる気はする。なんかね、一時期スマホ移植もなんか頑張っ出るかてまもっしたみたいなて話おだった話けど、ありそっましちたはちょっとね。ね、まあ、スマホはちょっといろいろ難しいと思うから。というそうでわすけね。でね、ちょっと、まあ、基本的にシステムは5鍵盤ですね。そうですね。本当、縦に降ってくる王道の感じで、ただデザインがすごいおしゃれですね。時計をモチーフにしてて。まさに時の輪黒くんにぴったりな音ゲーかなと思って、ちょっと今回は。なるほど。いや、まさか、黒の音を持ってくるとは思わなかったですね。ねえ。いや、この、まあ、もう一つ、カラコンともう一つの秘策というか、サプライズがこれです。なわけでね、これはましてやられましたね。いや、これは本当に想定できませんでしたよ。プロのトーンなんて。ね。まだ学祭で落と出せたるから、もしれない。まだ落とせるかもしれないですね。学結祭で構出やた音ゲーなんで、ちょっと効果をやっていきましょう。ちょっと下手くそなんですけどね。結構むずいんですよ。赤になってくると超絶物量が降ってきて。すごい。難易度的にもすごいしっかりしてるんですよね。そうそう。フロントは。効果を収録してくるところのセンスがやばいよね。しかもちゃんとリミックスですからね。そうそう、アレンジ。まさか雑談と、ただの雑談と思っていた この放送で、音ゲーをプレイすることになろうとは。誰も思う、下手くそ。思うまいて。意外と話すのシビアかな。これ5件のボタン作って展示されてそう。たんですよ。筐体作ったんすごいよね。まだまだ続くそうよ。ですよね。行くぞ。それがもう5年前っていうこと。そんな前 あ、でもそんさなっき前か。2015年って書いてあったんで、マジか。このクオリティを作れる方が5年前にもういらっしゃるって言葉、今もしかしたら他の音で作ってるかもしれないですね。なんかね、東大入ったんとか噂を聞いた。
すごい賢いところ、大学行ってはった気がする。いや、この、メインの作者さん。うん。そのぐらいの方じゃないと、たぶん、ちょっと固まっちゃった。あ、出た。まあ、ちょっとつたないプレイですけどね、この結構こういう音ゲー、文化祭で出た音ゲーなんて、ね、まあ知ってる人は知ってるって感じだけど。これは知る人ぞ知る音ゲーですよ。知る人ぞ知る音ゲーですよね。